はい、四国です。すみません、セブントゥエルブ三丁目店で店長をしている波音と申します。ズンダモンさんのお母さんでしょうか？はい、そうですが。実は娘さんが当店で万引きをしましてね。そんな？初犯みたいですし、今日のところは警察に通報するつもりはありませんが、お家庭の方で厳重に注意してくださるようお願いいたします。どうも申し訳ございません。ズンちゃん、今日のことちゃんと説明してくれるよね？はあ、帰ってくるなりなんだよ。うるせえな、なのだ。うるさいとは何ですか？あなた、自分のしたことがわかってるの？関係ねえだろ、なのだ。関係ないわけないでしょ。私はあなたの母親ですよ。あなたを真人間に育てる責任があります。てめえなんか母親じゃねえのだ。でしゃばってくんな、なのだ。母親じゃねえの、母親じゃねえの、母親じゃねえの。血もつながってないのに母親面するな、なのだ。ピンクババア。血はつながっていなくても母親は母親でしょ。母親じゃねえよ。僕の本当のお母さんは、本当のお母さんはこの世界に一人だけなんだよ。ズンちゃん、ごめん、もう万引きはしないから。娘に真実を伝えてから私と娘との関係は大きく変わってしまいました。娘は私のことをもうお母さんとは呼んでくれません。血はつながらなくても今まで築いてきたかけがえのない絆があるから大丈夫。そんな私の甘い見込みは打ち砕かれていました。私は今まで夢を見ていたのでしょうか。自分に都合のいい楽しい夢を。